どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回ワンピースのお話をしたいと思います。久しぶりかなと思いますが、ワンピースもね、大好きなので、えー、本当はめちゃくちゃやりたいんですよ。もういっぱい、喋りたいことたくさんあるんですけれども、まあ、ワンピースだけに染めるのはちょっと、えー、ワンピースチャンネルになってしまうので、 そこは下げてるんですよね。いろんなこともやりながら、えー、バランスよくやっていきたい虹色ライダーチャンネルではございますが、まあワンピースを楽しみにしている人もいれば、えー、まあそれも全く興味ないっていう人もいるだろうし、まあ僕はワンピースが大好きなので、ただただここがいいっていう、その感想を述べたりとか、えー、考察ですね。それで賑わってはいますけども、僕も過去にはやってるし、今回も考察的なことかな。ちょっと疑問に思ったことを、ここで喋ろうかなと。 思います。で、ちなみに僕はもうネット情報とか基本的に見ません。はい。人からね、あの、こういうふうにネットで言ってたっていう情報は別にこう、聞き入れたりはするんですけれども、あの、基本的に僕が自分で考えたというか、疑問に思ったことをここで喋ろうかなと思ってます。それは、あの、僕がすごいとかそういう話ではなくて、ネット情報をいろいろ手に入れちゃうと、自分の意見じゃなくなってしまうっていうところがあるので、 やっぱ僕はここで喋りたい。自分の言葉で自分の思ったことを喋りたいっていうのをある程度モットーにしてるので、えー、そういう情報はえとシャットアウトしてます。だから、実はもう出てて、ネットでは、すごく有名なことをここで僕は口走ってしまうかもしれません。はい。いや、そんなの知ってるよって思う人も全然いるかもしれませんが、その辺もご了承いただければなと思います。今回はですね、あの、まあ、ワンピースといえば、 麦わら帽子ですね。はい。ルフィが被っている麦,麦わらのルフィっていうぐらいですから。この麦わら帽子について、まあ最近ふとちょっと思ったことがあるので、喋、えー、ろうかなと思います。そもそも麦わら帽子はシャンクスからもらってるんですね。ルフィは小さい頃に。で、そっから麦わらのルフィっていう、まあ賞金組になったり、こう世間ではそういうふうに呼ばれてるじゃないですか。麦わらの一味って言われてるぐらいですからね。シャンクスからもらってるんだから、もともとシャンクスが被ってたんですよ。 うん、でもシャンクスって麦わらのシャンクスじゃないんですよね。赤髪海賊団なんですよ。おかしいですよね。ずっとシャンクスは帽子かぶってたのに、なぜ麦わらって呼ばれないのかっていうところと、で、シャンクスは多分あれをロジャーからもらってるんですよ。で、まあ過去編96巻の時に、えっとロジャーのね、話がちょっと描かれてますけど、その時まだシャンクスは見習いですよね。その時にすでにもうかぶってるんですよ。 シャンクスは麦わら帽子を。で、ロジャーは普通の自分の帽子っていうか。で、ロジャーはロジャー海賊団なんですよ。でも、ロジャーの始まりって麦わら帽子被ってるんですよ。レイリーとの出会いを描いてるところがあるんですけど、もうルフィそのまんまなんですよね。見た目が。なのに、ロジャーはロジャー海賊団なんですよ。ここがなんでだっていうところですね。まあ、いろいろ予想はできますけど、こういう ことなんじゃないのかなっていろいろありますけど、まあ、まず疑問に思ったっていうのがそこです。はい、そもそもまあ、麦わら海賊団ではないので、麦わらの一味なんですよ。まだはい。海賊団になったら麦わらじゃなくなるのかな？みたいないうところもあるし。だからシャンクスは赤髪海賊団になったから、もう麦わらとは呼ばれなくなったのかで、そもそもそんなあの受け継がれている。その麦わら帽子ロジャーの時からあるって相当古いじゃないですか？ 普通もボロボロになって使い物にならなくなるように思うんですけれども、ずっとそれを被っていて、原型を留めている。はい。それは漫画だからっていうふうに言われたらあれなんですけど、ちょっとそこはやっぱり意味があるのかなっていうところなんですよ。ただの麦わら帽子ではないんじゃないかなっていうところですね。まあこれは90巻の えー、とこにマリージアのあの、まあ、地下なのか誰も知らないようなところに麦わら帽子でっかい麦わら帽子が冷凍保存みたいにされてるシーンが描かれてるんですよそれはなぜなのかちょっとまだ描かれてないんですけれども何か重要な立ち位置ではあるような感じはするんですねっていう意味でやっぱ麦わら帽子っていうのは特別なのかなと思いますだから、えー、どういう理由かわからないけど破損しない壊れない、まあ、破損はしてるけどバギーに刺されては破損はしてるけど なくならないっていう。そこはあんのかなと思ってます。まあ、ある意味、こう、受け継がれる意思的なものなのか、誰かのその、まあ、空白の100年ですね。その時のジョイボーイが、誰かが特別な力をその麦わら帽子に与えたのか。それはちょっとわかりませんが。そんなこともなんとなくぼんやり予想できるかなと思います。まあ、だからロジャーはそれを分かって麦わら帽子をシャンクスに託したのか。 分かってたらもうラフテル行く前からもう渡してるからね、その辺はちょっと違うのかなって、突っ込みもあるんですけど、そもそも自分じゃなかったっていう、その、なんだろ、世界をひっくり返す。要はワンピースを手に入れるっていうのは自分じゃないっていうことを悟って、この麦わら帽子は、そのワンピースを手に入れる人を選ぶ帽子でもあるのかな、なんて考えたりもします。で、シャンクスに託したと。こいつならいけると。で、シャンクスは託された。でもシャンクスも、 自分で冒険して海賊やって自分じゃないと悟ったのか。そしてルフィに託したのか。わかりません。もしくは、麦わら帽子を被っていたら、もう完全な、あの、妄想ですよ、僕の。被っていたら、えーまあ、死なないとか、ある意味、選ばされている。麦わら帽子が剪定してるみたいな。シャンクスは腕失ったじゃないですか、片腕。ってことは、こいつは違うっていう運命だった。それを悟ってルフィに託したのか。 片腕がなくなくったから、ね、でルフィは麦わら帽子を託されてことごとく死なない五体満足生きているとそういう真相の時もあったけどなんか守られてるじゃないですかでそういうところはあのちょいちょい描かれてるんですよあたかも麦わらのルフィを生かすかのようなみたいな天が彼に味方してるようなみたいなところもちょっと描かれてるし実はルフィは麦わら帽子に守られている守られてるというか、まあ、運命の人間だと 麦わら帽子がそう思っているのかその辺は分かりませんけどもまあこれからね最終章存分に描かれると思いますがその辺でこう麦わら帽子の謎みたいなものも描かれると思うし空白の100年ですねここがどういうものなのかまあ過去編みたいな感じで描かれるだろうしその辺は分かりませんけども楽しみだなと思いますまあ僕の謎はなぜシャンクスは麦わらかいず麦わらのシャンクスって呼ばれなかったのかとかその辺ですね うん、そこがすごく疑問だったなと思います。分かってる人いたら教えてください。<laughs> 以上、一個人的な、えー、ワンピース考察ではございましたが、聞いてもらえてありがとうございます。はい。二次論戦この辺で終わりたいと思います。さようなら。